キングプリンスル。騎士ユータ。一生忘れない思い出。2時間 SP 今日放送。5人の夢叶える1泊2日旅。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ。キングプリンスの冠バラエティ番組。キングプリンスル。日本テレビ系の2時間スペシャルが。 5月20日午後7時56分から放送される。平野志陽さん、長瀬連さん、高橋海人さん、岸優太さん、神宮寺優太さんが、最後の思い出を作るため、一泊二日の旅に出る。PR 映像では、岸さんが、一生忘れない思い出と感極まった様子で語っている。大自然の中、手作りサウナで整いたい、旬の食材でピザを作りたいなどの夢を叶える、企画盛りだくさんの旅を放送。 他に、VIP ゲストに三島ひかりさんを迎え、高級フランス料理店、ジョエル・ロブションを貸し切りって、超豪華フレンチをかけたクイズ大会を開催する。スタジオには、キング、&、プリンスをよく知るゲストとして、24時間テレビで一緒だった、ハトリ・シンイチアナウンサー、オシャキング、&、プリンスのご意見版で、タレントの若月千夏さん、ドラマで長瀬さんと共演経験がある俳優の小沢幸吉さんが登場する。 平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。